も皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さんお家で音楽やってますか？やってますね。はい、今日はですね、ものすごく役に立つ YouTube に関する情報を皆さんにここでシェアしたいと思います。皆さんガズレレ YouTube でウクレレやってるし楽しいでしょ？でもちょっと早いなと追いつけないよ。ちょっとガズさん、私まだ始まったばっかりでもう全然早い。そんな声が聞こえてきそうですけど皆さん。あ、そうだ。その前に、ウクレレって何？私もね、できるかな？できます。このガズレレではね、どんな人でもウクレレがすぐできるというプログラムを、開発して、開発だってかっこいい。ここにリンクありますね。いってらっしゃい！クリック！はい、そっからウクレレ始めてくださいね。そしたらまたここ見に来てください。そしてね、皆さん YouTube 見るときに、すごく便利な機能あるのご存知ですか？あ、皆さんスマホ、ちょっと取り出してください。ちょっとこの辺に貼れたら貼っときますけど、この画面の、この部分、この上のところのこの3つのね、縦3つのこの点をクリックすると下にこうって出てくるでしょ。はい。ここね、今ここに貼ってあると思うんだけど、ここの、下から3番目とか2番目のところの再生速度っていうところがあるんですよ。この再生速度っていうところを押します。そうすると、これ、今スクショ貼ってると思うんだけど、これね、0.25 倍速、0.5 倍速、0.75 倍速、標準 1.25、1.5 って感じになってるんですけど、このね、標準より上のね、0.75 とか 0.25 ってやるやつと、遅く再生されます。そしてガズの動画はここね、0.5 倍速ぐらいで、ちょっと再生してみると。すごいでしょ。こうやって遅く再生されます。ちなみにこれね、標準で再生するとだいぶ違いますよ。今標準に戻してみましょう。ほら、こんな違ったの。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、こんなに速度変えることができます。自由自在です。そして、ちょっとちなみにこれもう一個言いたいのが、これデジタルでしょ。だからこの再生速度を、例えば今遅くしました。0.75 にしたんですけど、これでもチューニングは変わらないんですよ。じゃあこれを聞きながらやってみる。これでゆっくりでも合わせられる。ほら、チューニングは変わらないの、これと。普通ほら、カセットテープみたいなやつだと、再生速度遅くすると、チューニングも変わっちゃうはずなんですよ。よくあるじゃないですか。テープのね、速度を変えると、あ、僕はこういう感じになっちゃうんだけど、このデジタルなんで、音程が変わんないんですよ。だからゆっくりのまんま、で、チューニングもそのままでできます。だからすっごいテンポ早いな、この曲。やりたいんだけど、ちょっとガズさんの一緒に演奏するの追いつけないという方は、もうこれ超おすすめです。ちなみにこれはスマホ以外の、パソコンでももちろんできますからね。はい。パソコンでやる場合は、ちょっとスクショを貼っときますけど、ここのやっぱり、この部分ね。ここの部分。あ、ちょっと、これだと見づらいかも。設定から、速度、再生速度っていうのがありますから。ここ同じように、標準とかこう出てますから。はい。こんな感じです。再生速度を選ぶとこういう風に、まあなってます。これで再生速度もう自由に設定できます。なんでガズレレ YouTube 動画ね、ガズレレウクレレレッスン YouTube 動画、もう1200曲ぐらいのレッスン動画があるけど、ちょっと早いなという方、速度を調整して、ゆっくりバージョンでやりましょう。そしたらですね、結構ね、いろんな曲、また初心者の方、できますからね。YouTube すごい機能がね、あってね、これ案外みんな知らない方多いなと思って、今日ここでシェアしようと思います。どんどんそういう機能を活用していただいて、僕たち音楽やりましょう。こんな時だからこそ、ウクレレで音楽最高でございます。楽しいな、これをいいなと思った方、どんどん周りの方に教えていただいて、もうそれこそ LINE とかメッセンジャーで、この YouTube の人ガズレレって見てるのすぐできるよみたいな感じで教えていただいて、やっぱ今度会った時に一緒にセッションしようとか、それまで家で練習だねっていう感じで、やっぱりまちょっとね、日常で笑顔がある時間をやっぱ増やさないと、やっぱりねこれはいけねえぞということで、はい、音楽やると楽しいから、その分免疫力も上がって、まあ、周りの人にもね、そうやってどんどん楽しさをこう広げていける、笑顔をこう広げるということでございます。素晴らしいですね。はい、ガズレレ .com。ひとまずいろんなことここに集約されております。ブログも書いてるし、このウクレレのことや、このキャップのことやね。いろんなグッズもあるし、そうならチェックしてください、ホームページで。はい。それでは皆さん、引き続きガズレレ YouTube チャンネルでどんどん自分の音楽楽しんでいきましょう。ごきげんよう、さよなら。